ちは、バランです。ようやくアメリカから戻ってきて時差ボケも良くなってきたので、また動画を作っていきたいと思ってます。今日作るものはこの金木犀をイメージして作ったポニーフックになります。一つ一つのパーツは少し細かいんですけど、すべて丸カンを使って作りました。今日使うものは透明のレジン液、ビトライユ着色剤のホワイト、クリムソン、イエローの3色を使っていきます。そして装飾にはゴールドのブリオンとビーズを使っていきます。そして今日紙留めに使うのがこのパーツクラブさんで購入したポニーフックを使います。今回はいつも行っているホビーロビーという手芸屋さんで4種類の丸カンを買ってきました。これが一番スタンダードな大きさ 4mm、 少し大きくなった 6mm、さらに大きくなって 9mm、 そして最後に 12mm の丸カンです。今回使う丸カンはこの 6mm の丸カンを使っていきます。丸カンは種類によっても違うと思うんですけど、意外と硬いので両手にピンチを持って作業すると形を作りやすいです。まずこのつなぎ目の部分を少し開きます。この先っぽを少し平らにします。反対側も同じように少し開きます。そしてこの先をまっすぐにします。そうするとこんな感じで U の字型になりました。あとはこの先っぽをペンチでグッと潰します。でこのつなぎ目のところを平らに直します。こんな感じで花びらをたくさん作っていきます。Thank you.
で今回はこんな感じの仕上がりになりました。ちょっとくすんだオレンジと黄色で着色をして金木犀のこうイメージに近づけて作ってみました。お花の中心にはゴールドのビーズとブリオンが置いてあります。パールだと可愛らしい感じの仕上がりになったので、今回はこの丸カンがゴールドっていうこともあったので、そのゴールドと色味を合わせて全てゴールドのパーツでまとめてみました。本当だったらこのポニーフックを今髪の毛に刺してみて撮影したいんですけど、ちょっとあいにくのお天気なので、またお天気のいい日にこのポニーフックを髪の毛につけて写真を撮りたいと思います。その写真はインスタグラムにもアップするので、ぜひそちらもフォローしてみてください。というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧ください。ありがとうございました。